今度旅行行くんですよね。私誘ってもらえてないんですけど、もしかして忘れちゃってますか？は？は？じゃなくて旅行ですよ、旅行。今度みんなで行くんですよね。なのに私に誘いが来てないなんておかしいです。何もおかしくないけど。どうしてですか？もしかして最初から私を呼ばないつもり？うん、そうだけど、それが何？え？本気ですか？この私を呼ばないなんて。ちょっと見る目がないと思います。あなたを呼ぶ方が見る目ないと思う。話はそれだけ？もう用がないならそれじゃ。ちょっと待ってくださいよ。一緒に旅行に行きましょうよ。私もみんなと行きたいな。今回は仲のいいママ友で行く。だから遠慮してくれる？なら私も仲良しになればいいってことか。明日から毎日ランチでもします？アホか。そんなに一緒に行きたいなら幹事のひろこさんに頼んで。私は別にどっちでもいいけど、予約とかは全部ひろこさんが担当してくれてるから。かしこマリリンモンローです。は？とにかく聞いてきますね。 OK、 いただきました。ということで改めてよろしくお願いします。旅行楽しみだな。3時間もダダこねた夏子さん、こんばんは。ダダをこねたんじゃなくてお願いしたんです。今回の旅行はダメって言われたんですけど、泣きながらお願いしたら最後には OK してくれました。みんな優しいな。すごいダダこねられてるって言ってたから、ひろこさんがかわいそうだからみんなが OK 出したの。まあ理由はどうであれ一緒に旅行です。ちゃんと子供の面倒は他の人が見てくれるの？今回は子供を連れていけないから。そうらしいですね。旦那は帰りが遅いから両親に頼もうかなと思ってます。夏子さんの両親って他県じゃなかった？こっちに引っ越してきてるの？あ、いや、その義両親に。義両親とは仲が悪いって前に愚痴ってた。旅行で子供を預けるなんて許してくれるわけ？私の名前はミキ。私は今度ママ友同士で旅行に行く予定です。今回は子供を連れて行かず、大人だけでゆっくり羽を伸ばす予定。ママ友の夏子さんも参加するそうです。彼女はキャピキャピした性格で正直馬が合いません。私は思ったことを何でも言ってしまう性格なので、彼女もあまり私のことを得意には思っていないようです。問題ごとさえ起こさなければ何でもいいんですけどね。預け先まだ見つかってないんだ。もし見つからないなら今回の旅行は不参加にしてもらうから。そんなの分かってますよ。私にはミキさんと違ってお友達いっぱいいるから大丈夫です。ちゃんと当日までに見つけますから。いや、当日までじゃなくて早く見つけて。宿の予約とかいろいろあるし。はーい。まだお子さんの預け先決まってないんでしょ？もう宿の予約するから不参加ね。ちょっと待ってください。友達多いんで今いろんな人に聞いてるんです。ちゃんと当日までには見つけますって。当日じゃ遅いって言ってんでしょ。もっと周りの迷惑考えろ。ひろこさんの連絡は全部無視してるんだって？だって催促ばっかりしてくるんですもん。私は子供の預け先ちゃんと見つけようとしてるのに。見つからないんですか？もう宿の予約取りますよってうるさいんです。当たり前のことだろ。ひろこさんからの伝言、宿の予約は取りました。夏子さん抜きで。え？ひどくないですか？私だけ仲間外れ？私だって一緒に旅行行きたいです。伝言は伝えたから、それじゃ。子供の預け先見つかりました。ということで私も参加しますね。当日まで決まらないなんて思わなかったです。でも無事に見つかってよかったな。は？何言ってんの？今言われても遅いわ。というか朝早く連絡してこないでくれる？あと幹事のひろこさんじゃなくてなんで私？ひろこさん無視してたの根に持ってるみたいで、私からの連絡無視するんです。ああ、自業自得か。それで預け先決まったので旅行には参加します。知らん。参加はできないでしょ。預け先誰か気になります？興味ない。ミキさんです。は？何言ってんの？だからミキさんに預けることにしました。みんな忙しくてなかなか預かってくれなかったんで、しぶしぶミキさんに頼みます。アホなの？玄関先に子供置いてるのでよろしくお願いします。朝早く連絡したのは断られないようにするためです。ミキさんは私の子供を預かるから旅行には不参加になりますけど、私のためだと思ってお願いします。ミキさんが来るより私が行った方が旅行も盛り上がると思うし。
それで私に子供を預けることにして玄関先に置いてるって。あ、本当にいた。それじゃあ2泊3日楽しんでくるので子供のことよろしくお願いします。あ、あと旅行費用とか立て替えてくれてありがとうございました。調子のんな。え？私今回の旅行不参加だから。不参加？どうしてですか？私の子供が骨折したの知らないの？怪我してて旦那一人に任せるの心配だったから今回の旅行は辞退した。なら私がミキさんの予約で行こうと思ってたのは？私の枠は元からない。行ったとしても泊まる場所ないね。それすごくやばいです。なんで事前に教えてくれなかったんですか？旅行に行かない人にわざわざ言う義務ない。いいもん、ひろこさんに頼んで一部屋増やしてもらおう。だから子供の面倒よろしくお願いしますね。いいよ。え、いいの？もっと嫌がられると思ったのに。私の息子骨折してから外で遊べなくなってちょっと寂しそうだったからちょうどよかった。友達が泊まりに来たって知ってすごくテンション上がってる。へえ、なら私に感謝してくださいね。私のおかげで息子さん楽しめるんですから。それより宿の心配しなくていいの？だからそれはひろこさんに頼む。それは無理。ひろこさんすごく怒ってた。あの人普段はおしとやかで優しいけど怒るとすごいよ。しばらく口聞いてくれないと思う。うわ、根に持つタイプ。無視で済んでるだけマシでしょ。私だったら一発グーパンチをお見舞いしてるわ。うわ、ミキさんを敵に回さなくてよかったです。お子さんの近況報告は送る。ありがとうございます。宿はどうにかしてみます。ありがとうって何？近況報告わざわざしてくれてありがとうって。送るのは夏子さんじゃなくて旦那さん。は？あなたみたいな母親失格の人には近況報告する義務はない。旦那さんは心配だろうからちゃんと送っておく。送ってください。旦那には送らなくていいです。もしかして旦那さんに言ってなかったの？旦那には子供と一緒に旅行に行くって伝えてお小遣いをもらってました。旦那さんからお小遣いもらってたのに私に成り代わってホテル代出さない予定だったの？そしたらもっと合流できるかなって。バカか。すみません。だからどうか旦那にだけは。もう連絡した。とりあえず旅行から帰ってきたら旦那さんと話し合い頑張って。せっかくの旅行が。夏子さんは旅行先でひろこさんと合流したそうですが、古しかとホテルの予約も増やすことはできず、彼女は安いビジネスホテルに泊まることになったそうです。もっといいホテルも取れたかもしれませんが、旦那さんから帰ってきたらお金は全額返せと言われていたそうで、彼女はすぐに帰ってきました。彼女は旦那さんからはこっぴどく叱られ、お金を返すためアルバイトを始めました。私からのプレゼント受け取ってくれました？時間をかけて選んだのでぜひ使ってください。プレゼントって何？ああ、もしかしてさっき届いた変な荷物のこと？旅行の時に子供の面倒を見てもらったお礼と、結婚記念日がもう少しだって聞いたのでプレゼントを送りました。私の中でお祝いはこれというものを送ったので楽しみにしててください。ふーん、そうなんだ。早く開けてくださいよ。そして感想を教えてください。もう中身見たけど。どうでした？32点。え？私に嫌がらせをしようと思って送ってきたのかもしれないけど、私別に虫は嫌いじゃないし、ひねりがないから32点。まあギリギリ赤点回避ってところかな。何ですかそれ。私虫嫌いなのに必死に頑張って選んだんですよ。できるだけリアルに見える G とか雲とか気持ち悪いなと思いながら段ボールに詰めて送ったのに。暇人なの？こんなのでびっくりしない。とりあえず家にあったら子供が驚くから全部ゴミ箱行きだけど。くっそー、仕返ししてやろうと思ったのに。なんで私が仕返しされる側なんだよ。どう考えても悪いのはお前だろ。でもそのせいで旦那に怒られて今は別居なんかすることになってるんですよ。旅行は安いビジネスホテルに泊まって帰るだけ。全部ミキさんのせいです。意味がわからん。それに旦那さんと別居することになった理由は夏子さんの不倫でしょ。ギク。結構有名な話だからみんな知ってると思うけど。もうミキさんなんて嫌いです。あなたとは永遠に意見が合わないと思ってたけど、奇遇なことに私もあなたのこと大嫌い。もう口聞いてあげないんですから。ありがとう。ありがとう。話しかけないでくれてありがとう。バーカバーカ、あかんべー。
子供かよ。この前は変なこと言ってごめん。私もちょっと言い過ぎた。反省してる。やっと気づいてくれました？あなたの愚かな行動に。口だけのごめんなさいじゃなくて行動で示してください。そうだよね。だからお詫びの品を送った。あまりいいもんじゃないと思うけど、夏子さんなら絶対に喜んでくれると思う。へえ、いい心がけですね。やっと自分の間違いに気づいてくれたんですね。ちょうど荷物が届いたみたいです。なんだろう、楽しみです。私が喜ぶならブランド物のバッグ？それともアクセサリー？でも箱の大きさ的にアクセサリーはないか。とりあえず開けてみたら？私が喜ぶものなんですよね。うん、前にお祝いの時にはこれを送るって言ってたから。なら絶対にいいものじゃん。オープン。うげー。何よこれ。何って見てわからない？どこを見ても虫虫虫。どうしてこれで私が喜ぶと思ったんですか？私の結婚祝いに送ってくれたじゃん。お祝いの時はいつもこれを送ることにしてるんでしょ？人は自分がもらいたいものを相手に送るらしいから。参考にさせてもらっちゃった。あれは冗談ですよ。普通に考えたらわかるじゃないですか。もしかして天然ですか？それに私、お祝いされるようなこと何もないです。え？あるじゃん。離婚おめでとう。なんで知ってるんですか？離婚することは有名だよ。こないだ会った時に旦那さんが言ってたし、やっと離婚ができるって。そんな、みんなには隠しておきたかったのに。無理でしょう。ああ、それにお祝いは旦那さんに言うべきだったか。夏子さんは離婚したくないってお得意のダダコネだもんね。離婚したくないよ。なら浮気すんな、クズ。子供もいるのに何考えてんだ。性欲のことしか考えない最低女。そこまで言わなくてもいいじゃないですか。私、不倫するやつのこと人間だと思ってないから。それじゃお幸せに。夏子さんは離婚してすぐこの町から出て行きました。不倫相手の人とはすぐに別れたと聞きましたが、相手も既婚者だったようで、慰謝料請求をダブルでされているんだとか。貯金もない彼女は慰謝料と養育費の支払いで追われているそうです。実家には帰らず一人で生活をしていると風の噂で聞きました。数年後、たまたま出先で彼女を見ましたが、ゴキブリの着ぐるみを着て仕事をしていました。今考えればゴキブリの着ぐるみを着る仕事ってなんだ。世の中にはいろんな仕事があるし、そんな仕事もあるか。あんなに虫を嫌がっていた彼女ですが、ゴキブリの着ぐるみは相当似合っていたので相性はバッチリかもしれませんね。別れた旦那さんに何度も復縁の依頼が来ていたそうですが、きっぱりと断り、今は新しい彼女もいるそうです。お子さんも新しいお母さんにとても懐いています。お子さんのためにも夏子さんと元旦那さんが離婚して本当に良かったと思います。ねえ、明穂さん。明穂さんって超お金持ちでしょ？やっぱり旅行ってよく行く？あら、夢乃さん、こんにちは。そうですね、旅行は好きですよ。じゃあ、うちらのグループに入れてあげる。グループ？そう、いわゆるママ友グループってやつよ。そうなんですね。でも夢乃さんは旅行に行かれるんですか？何でもすごく節約しているというお話を聞いたのですが。それはそれ、これはこれよ。今度ね、ママ友グループで行く旅行に行く予定なの。私もたまには遊ばないとね。どう？明穂さんもメンバーに入れば一緒に旅行に行けるわよ。結構です。はあ？なんで？ママ友グループで旅行だよ。旅行は結構行っていますから。それに私、梅野さんとはそんなに親しいわけじゃありません。旅行するほどの仲ではないと思いますので、また今度お願いしますね。では。ちょっと待ってよ。わかった、正直に言うわ。あのね、メンバーが足りないのよ。せっかくいろいろ計画したのに誰も参加してくれなくて。皆さんご都合が悪いのですね。ではいい時に開催してみてはいかがでしょうか。そうじゃなくて、今回計画した内容で行きたいのよ。そう言われましても。あのね、私と旅行に行くって考えるからダメなのよ。私は添乗員みたいなものとして考えてね。ほら、仲のいいお友達とかいないの？明穂さんよく一人でいるけどさ。お友達？
そうね、ヤミコさんがいますよ。ヤミコさん、あの美人だけどなんか妙に怖い人ね。そう、ヤミコさん、私の知らないことをたくさん知っているんですよ。とっても面白くて楽しい方なんです。そっか、ヤミコさんと一緒に旅行か。それはとても楽しそうですね。ね、でしょでしょ、お友達と行く旅行最高なんだから。じゃあ今からヤミコさんと行く旅行のことを調べますね。夢野さん、とても素敵なアドバイスをありがとうございます。では。いやいや、そういうことじゃないでしょ。旅行のプランはもうあるんだってば。そう言われましても。今回はね、秘境の温泉でゆっくりする旅なのよ。しかも山奥なんだから、普通に調べただけじゃ出てこないすごい場所よ。秘境、山奥、確かに行ったことはありませんね。でしょ、アキホさんみたいなお金持ちには縁がないところよ。だからこそお友達と一緒の旅行にはぴったりだと思わない？わかりやすいリゾートなんてアキホさんはもう行き飽きてるでしょ。ヤミコさんと秘境の温泉一緒に入っていろいろなことを語り合って、お食事は山の幸かしら、山菜の天ぷら食べたいわね。多分きっとメイビーあるわ。その旅行はおいくらなの？お金持ちのアキホさんからしたらただみたいなものよ。で、おいくらなの？一泊二日で3万円なんだけど。まあお安い。ヤミコさんを誘ってみるわ。皆さんこんにちは、アキホと言います。今回は知り合いの夢野さんから誘われて旅行に参加することにしました。夢野さんは絶対にお金を払わないと噂の方だったので、ちょっと心配だったのですが、ヤミコさんと一緒なら大丈夫ね。ヤミコさんは離婚した後いろいろ苦労なさったみたい。今は私の実家で住み込みのお仕事をしているんです。だから今回は社員旅行みたいな感じで旅行プレゼント。いつもとってもお世話になっていますからね、このくらいはさせていただきたいわ。アキホとヤミコの LINE。 素敵だわこの雰囲気。私こんなの初めてよ。何言ってるのよ、このお化けが出そうな雰囲気。ひぃ、怖いわ。お札とか貼ってないわよね。アキホさん、どこに行ったの？早くロビーに戻ってきて。だってこの旅館とても面白いんですもの。どう考えてもボロボロの限界寸前な旅館でしょうが。あら、でもおかしいわ、ポスターには一泊5000円って書いてある。え、ここ一泊いくらなの？嫁のさんは2万円って言ってたけど、あとは交通費とかいろいろで一人3万円。3万？私の半年分の食費じゃないの。てか失礼だけど、こんなところが2万なんてありえないでしょ。しかも夢野さんもいないし、どうなってんの？そういえば夢野さんは用事を思い出して帰ったらしいけど。でも私には2万円の価値あるわ。そういう問題じゃないでしょうが。確かに。ギリギリギリ、バカにしやがって。見てろよ。なんかヤミコさんが黒くなってる。すごーい、拍手。ヤミコと夢野のライン。どこ行った？よえ、あらヤミコさん、私のママ友グループへようこそ。秘境の旅行を楽しんでちょうだいね。趣のある素敵な旅館でしょ。このままの姿で返すと思うなよ。え？あんた、アキホさんに多めにお金出させて差額を懐にしまったでしょう。許さない。だって仕方ないじゃない、借金の支払いが大変なのよ。でも新しい借金なんて申し込んでも審査通らないし困ってるの。ヤミコさんは別にお金出してないんだからいいでしょ。それにほら、アキホさんってどでかい家に住んでるお金持ちなんだから、別に3万くらいはした金でしょ。あんた、アキホさんの怖さを全然わかってないのよ。実家に執事が数名、メイドが何十人もいる家のお嬢様なのよ。ひぃ、
ここにいるよりよっぽど怖い。はあ？お金持ちなのは分かったけど、だからって何よ。金持ちなんだから貧乏人に金を使うべきでしょ。いいから早く戻ってきなさい。どの道も旅館には帰れないわよ。そこに行くにはバスしかないでしょ。もうバスは終わりなんだから。私はバスターミナルがある駅から電車に乗って帰るわよ。だから無理だって言ってるでしょ。いい、もう何よ、怒らないでよ。って、何これ、なんか黒スーツの集団が駅にいるんだけど。お屋敷の方に連絡しておいたからね。秋穂お嬢様のピンチに執事たちが駆けつけたってところじゃないの。何よ、怖い、助けてヤミコさん。こっちも怖い。あー、とっても楽しかった。普段行くような旅館とはちょっと違っていて本当に楽しかったです。あのね、夢野さんは嫌がらせ半分であの旅館を選んだらしいです。なんでも古くて何かが出そうな旅館として有名なんですって。でも実は新館があって、そっちのお部屋はとても綺麗なんですよ。料理も美味しかったし、ヤミコさんと一緒に楽しんじゃいました。お金を出すときはちゃんと調べないとダメだって叱られちゃったけどね。やっぱりヤミコさんは頼りになりますね。ヤミコと夢野の LINE。 ヤミコさん助けてお願いよ。アキホさんに連絡してるんだけどブロックされてるみたいなの。ああ、私がやっておいたのよ。なんで私海外に行くことになってるの。向こうの国で井戸を掘るから手伝えって。どうなってんのよ。井戸、恐ろしい。私も行かされたことがあったけど、とんでもなく大変よ。ヤミコさんの見た目で井戸って、それ違う意味でヤバくない。ああ。とにかく、金持ちとは喧嘩しない方がいいわよ。恐ろしい。だって、あんたら新館に泊まったんでしょ。私はそんなの知らなかったけど、結果として楽しんだならいいじゃない。ふざけるな。あそこ、お札がいっぱい貼ってあったんだから、一晩中体がガタガタ震えて汗が出て大変だったわ。それ逆にヤミコさんがお払いされてるんじゃなくて。うるさいわね、黙りなさい。アキホさんはああいう人だから全く影響なかったけど、私は大変だったのよ。今思い出しても体が震えるわ。汚れは私の一部なんだから浄化されたらダメなのよ。はあ、何言ってんの。とにかくあんたとはもうさよならよ。ねえお願いよ、私海外なんて行きたくない、働きたくない、家で寝転がってたい、何もしたくないし、お金だけ欲しい。その気持ちはわからなくはないけど。ね、そうでしょ、お願いよ、お願いよ。調子に乗るんじゃないわ、乗るってやろうか。あの後私はまたしても執事から怒られてしまいました。やっぱりお金のことはしっかり考えるべきだったわ。反省しています。それにね、夢野さんは一人でどこかに行ってしまったんです。なんだか海外で肉体労働をするって言ってたけど、夢野さんどうしてしまったのかしら。でも彼女のことならきっと大丈夫ですよね。夢野さんもなんだかんだ強い方だもの、きっと大丈夫だわ。さて、今日は旅行の時の写真をプリントアウトしたので、ヤミコさんのところに届けてきます。実家に行くのも久しぶりだわ。なんだか、ヤミコさんの周りだけ黒い影が漂っているけど、すごいわ。黒いオーラが写真にも見えるなんて、さすがはヤミコさんです。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。